2021年11月、これまでも国連安保理の決議に基づき継続的に実施されている、北朝鮮のいわゆる瀬取り行為の監視に、ニュージーランドやドイツから航空機や艦艇が派遣され、その任に当たることが報じられたね。北朝鮮の瀬取り行為はたびたび問題になっているよな。そうだね。今回はそんな北朝鮮の瀬取り行為の監視について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずニュージーランドは同国空軍が保有するアメリカの現ロッキード・マーチン社製の P-3K にオライオン対戦哨戒機を沖縄の在日アメリカ軍の嘉手納基地に派遣、11月中に瀬取り監視任務に従事したよ。ニュージーランド空軍が同任務に航空機を派遣するのは2018年から4年連続な上、今年2021年は4月から5月にかけてに続く2回目で、通算ではこれで5回の派遣を行うことになった状態だね。日本は P-3C から国産の P-1 に、アメリカは同じく P-3C から P-8 へと新型の機体の導入を進めているが、ニュージーランド空軍の P-3K にオライオンは同期のシリーズ中でもグラスコクピットを採用した近代化版と言えるんだ。続くドイツは同国海軍のブランデンブルク級フリゲートの3番艦バイエルンを、11月中旬以降から北朝鮮の瀬取り行為の監視に従事させることになり、同国としても初の任務参加を果たすことになったぜ。バイエルンは満載排水量4900トン、全長 138.9 メートル、全幅 16.7 メートルの艦隊を、ディーゼルとガスタービンの揚機関を併用した CODOG 方式で駆動、29ノットの最大速力と4000海里の航続距離を誇るらしい。バイエルンは兵装面では、オートメラーラ社製の 76mm 単装砲1機、マーク、41垂直発射システム VLS-16 セルで空対空ミサイルを運用、艦対艦ミサイルとしてエグゾス SSM 連装発射塔を2機などを搭載しているな。実はバイエルンは今回の瀬取り監視に従事する前、今年8月末には中東のソマリア沖で海上自衛隊の護衛艦夕霧と合同軍事演習を行い、その後オーストラリアやグアムを経由してやってきたんだ。そして11月4日から5日にかけては関東地方の南の海上にて、海上自衛隊の護衛艦サミダレと合同軍事演習を行った後に日本へ帰港。実にドイツ海軍の艦艇としては2002年以来20年ぶりに日本を訪れたことになるよ。そもそも北朝鮮の瀬取り監視にドイツが加わったことも初であり、これまでは日本、アメリカ、韓国、イギリス、フランス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの8ケ国に限られており新たな動きと言えるだろうね。これまで日本を含む8ケ国が北朝鮮の瀬取り監視を実施してきたのは、2017年9月に採択された国際連合安全保障理事会決議2375に基づくもので、核兵器や弾道ミサイル等の開発を続ける北朝鮮への制裁のためだな。この決議によって等しく国連加盟国は、北朝鮮の船舶等による海洋上での物資の積み替え行為、いわゆる瀬取りを禁止、北朝鮮が保有する核兵器を含む生物化学兵器等の大量破壊兵器の拡散を防止することと目的としているぜ。ただ実際にはこうした大量破壊兵器が北朝鮮から持ち出されるというよりは、北朝鮮側が禁輸中の石油製品を密輸で入手したり、逆に自国産の石炭を密輸して経済的利得を得ることを防ぐことが狙いとも言えるだろう。北朝鮮による瀬取り行為は主として東シナ海を中心に行われていると見られており、よってこの東シナ海が監視を行う各国の航空機や艦艇の活動の重点海域となっているんだけど、ここには別の問題も横たわっていると言われるんだ。それは西側諸国からすれば近年富に海洋進出を強めている中国に対し、東シナ海や南シナ海における牽制行動を兼ねているとの見方であり、中国が台湾海峡の制海権を掌握することを防止しようとする意図も指摘されているよ。2018年7月には国際連合安全保障理事会に対してアメリカ政府が文書による報告を実施し、その内容は前述の国際連合安全保障理事会決議2375に反し、中国やロシアの企業が北朝鮮への石油製品密輸に関与したと示唆するものだったね。北朝鮮のような経済的にも行き詰まった独裁国家が、
まがいなりにもこの2021年でも存続できているのは、後ろ盾となる中国が崩壊を防ぐために各種の支援を行っているであろうことはもはや国際的にも公然の秘密だろうな。加えて韓国のように同民族でありかつ地続きの国でも、むしろ北朝鮮が崩壊して難民が溢れるなどの混乱を避けたいとの思惑もあるようで、2018年5月には東シナ海上で韓国と北朝鮮のタンカー同士が接触しているとの報も伝えられたぜ。韓国政府はこの事実を即座に否認したが、国際連合安全保障理事会決議2375の採択後も韓国内の港湾には、北朝鮮産出の石炭が運び込まれているとアメリカは指摘、北朝鮮への経済制裁を韓国が破ることに警告を行っているようだ。さて今回のニュージーランドからの P3K2 オライオン対戦哨戒機や、ドイツからのブランデンブルク旧フリゲートバイエルンの北朝鮮の瀬取り監視の件に戻れば、この両国にはかなりの温度差があるようにも思えるね。これはニュージーランドという小国が、隣国でアメリカイギリスとの新生オーカスを締結したオーストラリアと同じように、基本的にはアメリカ寄りの対中国路線を選択していることとの違いにも見えるんだ。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーンエリザベスらの空母打撃群の極東派遣があり、インド太平洋地域における中国の海洋進出をこれまでよりは、積極的にイギリスも警戒する側に回ったというのが一般的な解釈だね。それでもクイーンエリザベスそのものは極東への往路も復路も、とに中国を刺激することは避けるためか台湾海峡を通過することはなく、その意味ではまだ公然とした中国包囲網というにはいささかの脆弱さも感じてしまうよ。しかしそれ以上にヨーロッパや EU を代表する国家たるドイツは中国との経済的な結びつきが強固であり、クイーンエリザベスらの空母打撃群以上に中国に対する徹底的な忖度を今回も見せようとしていたな。それはブランデンブルク旧フリゲートバイエルンをやはり台湾海峡は通過させないこと、および中国に対しても親善寄港を行うという方針からも明瞭だったが、後者は中国側から拒絶を受けて断念しているぜ。かつて20年前の2002年にブランデンブルク旧フリゲート4番艦のメクレンブルク・フォアポンメルンと、バーデンブリュルテンベルク旧フリゲートの4番艦ラインラント・プファルツは中国の青島に寄港した過去があったよな。こうしたドイツと中国との過去の経緯を勘案すれば、今回のバイエルンの日本への寄港と海上自衛隊の護衛艦との合同軍事演習も、手放しでは歓迎できないとも思えるのだが、どうなんだろうな。今回は中国側がバイエルンの自国への寄港を拒絶しこれは実現しなかったが、これまでの中国寄りの政策を続けてきたドイツが、その体現者でもあったメルケル政権の退陣でどのように変化するのかにも注目だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年1月22日、慶尚北道浦項沖の日本海において航行していた、韓国海軍の孫悟ニル級通常動力型潜水艦3番艦のアンジューコンに故障が発生したね。アンジューコンは海上で停止して動きが取れなくなり、民間会社のタグボートが出動して基地に曳航されたぜ。今回はそんな韓国海軍の潜水艦が故障してタグボートで港に曳航された件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。韓国海軍が明らかにしたところによると、アンジューコンは2021年5月までの予定で定期点検を実施している最中で、この日は試運転のために日本海で先行試験などをしていたとされ、試験は無事に終わり浮上して基地への帰還する途中、エンジン系統の異常を示すアラームが鳴ったみたい。その報告を受けた海軍基地司令部が、乗員の安全を優先するとして直ちに帰還を停止することを指示したために基地まで曳航する必要が生じ、連絡を受けたアンジューコンを建造したメーカーであるヒュンダイ重工業が自社の曳航用タグボートを派遣して停止しているアンジューコンを港まで曳航したとしているよ。23日になってタグボートに引かれたアンジューコンは基地に寄港し、海軍によってアラームが作動した原因について調査をしたが、関係者によれば乗組員と潜水艦の装備には異常はないと言っているね。
韓国がドイツの技術を模倣して建造した潜水艦についてはこれまでに様々な不具合が報じられているが、機密情報だらけで隠密行動を取る潜水艦が動けなくなったとして民間会社のタグボート2号まで曳航される例は、たとえ定期点検の試験中とはいえども世界的に見ても例がなく、韓国側では建造メーカーであるヒュンダイ重工業によるアフターサービスだとしているが、他国の海軍であれば自軍のタグボートを派遣して曳航するだろうとしてインターネット上や SNS などでは韓国海軍の慌てぶりを嘲笑する声が多いな。韓国のソンオニル級通常動力型潜水艦はもともと、ドイツのホバルツベルケドイツ造船 HDW が開発によって開発されて、ドイツ海軍とイタリア海軍が運用している212型通常動力潜水艦の輸出用である214型潜水艦で、212型の排水量を増やし外洋などでの対抗性能が強化されているぜ。輸出先によって排水量などが異なっているが、韓国のソンオニル級は水中排水量1860トン全長 65.0 メートル最大幅 6.3 メートル喫水6メートルの艦体に、機関方式はディーゼルエレクトリック方式及び燃料電池による、非対機依存推進方式エアーインデペンデントプロパルジョン AIP が採用され、水中最高速力20ノットを発揮するらしい。兵装として 533mm 魚雷発射管8門が搭載されていて、発射管からは魚雷やデコイのほか、潜水艦発射型対艦ミサイルハープーン SSM に海星や天竜などの対地巡航ミサイルを発射することが可能とされ、最大潜航深度は航道 250m 400m まで潜航可能との情報もあり、乗員は27名とされているよ。この214型の特徴は潜航時に酸素の供給を必要としない PEM 燃料電池を使用した非対機依存推進が採用されていることにあるんだ。この燃料電池フューエルセルは、ドイツのシーメンスが開発した PEM ポリマーエレクトロリトメンブレイン高分子電解質膜が用いられていて、液体酸素から得られた酸素と水素吸増合金に貯蔵された水素との反応で電力を得る仕組みとなっており、212型には出力 34kW の PEM 燃料電池モジュールが9基搭載されていて最大で 300kW の出力を得ることができ、ソンオニル級にも同数が搭載されているというぜ。この AIP と従来から搭載されている鉛蓄電池との併用により、速力8ノット以下で14日間の連続潜航が可能であるとされ、韓国海軍では韓国本土から燃料補給をすることなくハワイまで潜航したままで往復できるとしているわけだ。韓国海軍ではヒュンダイ重工業とテウ造船海洋の2社が建造したソンオニル級を9隻運用しているが、ヒュンダイ重工業が建造した1番艦ソンオニル、2番艦定地、そして今回タグボートに曳航されることになったアンジューコンの3隻では次々に故障や問題が発生しており、韓国メディアから政府と軍を非難する報道が上がっていたな。2014年10月に韓国のテレビラジオ局である SBS が、ソンオニル級潜水艦は海軍が公表している本来の性能であれば数週間海中で作戦行動を行えるはずであるにもかかわらず、実際には PEM 燃料電池の不具合が多発していることから連続潜航が可能な期間はわずかに数日に過ぎなかったと報じ、ソンオニル級3隻の燃料電池は、海軍が購入する前からすでに不具合が判明していたにもかかわらず海軍はこれを無視して3隻を建造させて購入し、これまでにこの燃料電池が102回も停止したと指摘して非難したよ。韓国防衛事業庁はこの前年の2013年に、ソンオニル級3隻の冷却システムに問題があったことを発見し、2014年上半期までには修理を終えたと明らかにしていて、同年10月から燃料電池が深海で10日間以上動作可能かどうかの検証実験を実施する予定だとしていたけど、その後についてこのことに関する情報は見当たらないね。この3隻のソンオニル級は1番艦ソンオニルが2006年に就役してすぐにスクリューからイオンが発生するという潜水艦としては致命的な欠陥が明らかとなり、スクリューだけでなくスクリュー軸まで交換する事態となっただけでなく、2011年には2番艦定地と3番艦アンジューコンも含めた3隻すべてにおいて、
艦橋と甲板をつなぎ止めるボルトに不具合があることは判明したため、3隻とも運用停止となっているんだ。この不具合について韓国国内では解決することができず、元となった214型潜水艦を設計した HDW の技術者が訪韓して調査した上で補強を行った結果、ようやく問題が解決したな。2014年8月2日には定置の点検整備においてスクリューに7箇所の亀裂が発見され、ヒュンダイ重工業で精密検査したところ全部で151箇所の亀裂が発生していたことが判明したけど、同時に点検されたドイツ製のスクリュープロペラに亀裂が1箇所も確認されなかったことから韓国内で製造されたプロペラのみに亀裂が確認されていたことが、韓国国会国防常任委員会委員のキム・ヒロシ・マモル議員が2015年9月22日に海軍などから資料を提出させたことによって明らかにされたね。また、この件では韓国のスクリュー製造技術のレベルが低いことを露呈しただけでなく、入札や発注などの際に海軍幹部と企業との間において、韓国では日常茶飯事ともされている贈収賄事件が発覚するなどして騒ぎとなったみたい。さらに2015年には、数々の問題を引き起こしたヒュンダイ重工業が建造した1番艦から3番艦の3隻のみならず、その後の建造を引き受けたテオ造船海洋が建造した4番艦キムサ・マモルも含めて、それまでの4隻の水中騒音レベルが静粛性の基準値である 40dB を超えていることが判明したよ。結局その原因究明は困難で解決の見込みが立っていないとされているばかりか。韓国海軍は5番艦以降の引き渡しの際の要求性能の中に水中騒音基準を入れないまま収益させていたことが発覚しているな。そして、2022年には1番艦ソンオニル、5番インホー基地、6番勇敢ジュンジュンの推進システムを構成する、主要部品の一つであるインバータモジュールに欠陥が見つかり、各艦は最低でも4ヶ月間は運用を停止する必要があるとされ、シーメンス製のインバータモジュールは韓国企業が修理することができないためドイツに輸送して修理を行う必要があり、最大で6ヶ月間は運用を停止する必要があると報じられたぜ。なお、これら潜水艦の欠陥とは別の問題として、北朝鮮からのハッキングによってテオ造船海洋からソンオニル級や214型潜水艦をはじめ、最新鋭イージス艦クリアリ耳玉の設計図などが外部に流出したほか、ソンオニル級の後継潜水艦として建造を進めている、トサンアンチャン補給潜水艦に搭載されている垂直発射システム VLS において、水中からミサイルを発射するためのコールドローンチ技術に関する情報なども流出していたことが発覚して問題視されているらしい。これらの一連の韓国の潜水艦建造に関する不祥事のためか、韓国から12隻の209型潜水艦を購入する契約を結んでいるインドネシアが、契約途中でキャンセルする可能性が出ていることが報じられるなどしていて、韓国国内では現在建造が進められているトサンアンチャン補給潜水艦の信頼性さえもが薄らいでいるとして、懸念する声が上がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国が中国から F-35B ライトニングの類似品の装備部品を輸入しているという情報をキャッチしたよ。もともとこの戦闘機はアメリカから購入した機体で、その部品をなんと中国から買い入れるとは、アメリカもびっくりしただろうし、呆れ返っているだろうな。今回はそんな最新鋭戦闘機 F-35A の整備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。F-35A ステルス戦闘機は逐次韓国に導入されているようだけど、他国のことではあるものの、機密情報が気になるよね。戦闘機を撃ったアメリカが買った韓国の動きを24時間張り付き体制で監視している理由も、本当のところは韓国を信じられないからだと推測されるし。韓国仕様の戦闘機は外見は F-35A 戦闘機だが、中身は韓国のオリジナルだからな。と言っても、この戦闘機はアメリカが韓国に売り込んだものだから、責任を取って監視しなければならないというわけだ。
アメリカは軍事企業として有名なロッキード・マーチン社が製造した最新鋭第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を目標40機として韓国へ売り込みをかけたよ。はじめの予定では韓国は F-35 ライトニング2戦闘機 A 型を計60機購入ということだったけど、やがて40機と下方修正して20機減らしたわけなんだ。ちなみにこのうちの24機は2020年10月までに購入する予定になっているみたい。こんな状況だけど、韓国は軽空母の保有計画があることを公式に表明したよ。本格定かどうかは不明だけど、軽空母用として、短距離離陸垂直着陸可能なライトニング B 型戦闘機を20機ほど購入するみたい。さて日本の現状だけど、F-35A 型105機B 型42機購入が決定しているから、数字だけ見れば、アメリカに次いで多いということになるね。韓国が B 型購入や軽空母建造の意思を発表した裏には、当然日本を意識したと思われるよ。一昔前、冬ソナに代表される日本での爆発的な韓流ブームがあり、それにこうしてアニメなどの日本ブームが韓国にもあったよな。その後 K-POP ブームもあったが、どうもギクシャクしているのが日韓関係だぜ。一般の人たち同士ではそんなに敵外心をむき出しにして喧嘩することもないのだが、どうしても国が絡むと悪化してしまう部分は否めないな。いつの間にか日本を敵対視するようになった韓国だが、海上自衛隊の護衛艦出雲や加賀の航空母艦化改修決定を不安視し、対抗策を考えた結果が B 型と軽空母購入なのかもしれないぜ。しかし、ここで世界の動きに目を向けてみるんだけど、すると軍事大国と言われるアメリカやイギリスが、F-35 ライトニング2 B 型戦闘機の調達計画を止めようとする動きを見せているのがわかるんだよね。そうなってしまったら、ライトニングを製造しているロッキード・マーチン社は、収入の一部が減ることになるわけなんだ。本国アメリカでさえ、購入しないと言っているんだからな。ところが韓国が購入しようという動きがあるから、ロッキード社の立場で見ると、アメリカ、イギリスで減った分の収入を補填できることになるんだよね。ラッキーだよな。簡単に言えば棚からぼた持ち的な心情だと思うぜ。さて、軽空母開発と同時に韓国側は設計の前提条件である情報開示を要求したよ。しかしロッキード社は契約後でなければ見せることはできないと突っぱねたんだ。つまり、お客の要求を拒絶したということになるよね。韓国の以前の発表では、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦航空艦として、3万トン級大型輸送艦を作るということだったんだけど、裏話として隣の軍事大国中国に空母保有を隠すためとも言われていたよ。つまり、あくまでも輸送艦であると主張して、直接戦闘に関わる艦艇ではないという言い訳をしようと考えていたみたい。日本はこういった動きはしがみもかけず、海事護衛艦出雲とかがを航空母艦として回収すると公表したな。これを聞いた韓国が、絶好の理由ができたということで日本への対抗策としてなら中国の機嫌を損ねることがないので、堂々と空母を保有できると判断したのだろうな。そして軽空母保有計画を進めたというわけだ。地図を見てすぐわかるように、日本の4州は海に囲まれていて、地域特性上から考えても、中国海軍の脅威が迫る南西諸島の防衛戦略には有限の陸上拠点だけではなく、出雲や加賀などの、艦艇によって運用される F-35 ライトニング2戦闘機 B 型が必要不可欠となるんだ。一方韓国なんだけど、韓国領海は日本の約 10% 程度、朝鮮領海をプラスして計算しても、およそ 12% 強だから、陸上の飛行場から発進する F-35A 型の航続距離や行動範囲に十分収まるはずなんだ。なのにわざわざ大金をかけて B 型を購入しようというのは、お金がもったいないと考えてしまうけど、他の国のことだしね。内政干渉と言われそうだから、日本が口出しする問題ではないな。韓国から話がそれるんだけど、イタリアも F-35 ライトニング2戦闘機 A 型と B 型2種類の購入を進めているみたい。しかし、この新型コロナウイルス感染拡大の影響で、戦闘機購入計画は一時中断せざるを得ないことになり、その代わりということか、
中国の経済援助にイタリアの依存がますます強まっていると思われるんだ。ちょっと意外な感じだが、実はイタリアと中国は関係が深いぜ。中国から多くの労働者がイタリアへ移動して、仕事に就いており、現在のイタリアは中国からの労働者なしでは経済が成り立たなくなっていると言っても過言ではないほどだ。イタリアでコロナウイルス感染者が爆発的に増えたことがあったが、すぐ身近にいる中国からの労働者を非難する声があまり聞こえなかったことを不思議に感じた方も多かったんじゃないか？歴史的に見ると絹と共に文化を運んだシルクロードの端と端の2国が友好関係なのは良いことなんだがな。韓国はアメリカから完成品の F-35 ライトニング2戦闘機を購入するだけだけど、イタリアにはヨーロッパ各国向けに F-35 の組み立て、製造、メンテナンス拠点である FACO ファイナルアセンブリー&チェカウトがあるんだ。当然ここでは F-35 を分解したり、分析も行われるわけだから、F-35 ライトニングの情報を知り得る場所とも言えるんだよね。となったら、イタリアのこの FACO から F-35 の情報が中国へ漏れてしまうのではないかという不安の声があるぜ。前述の通り、イタリアと中国は深い関係があるからな。FACO は愛知県にもあり、アジア地区の F-35 の整備業務が行われているよ。実は F-35 ライトニング2戦闘機には厳しいルールがあり、それは通常の点検整備以外は必ず FACO で行わなければならないというものだよ。それほど大事にしなければならない機体ということなんだろうね。韓国は F-35 戦闘機を所有しているが、政治的な考えなのか、反日感情なのか、両方なのかわからないが、戦闘機を日本に持ち込むことを完全に拒否しているらしい。メンテナンス中に韓国の戦闘機データが盗まれることを不安視しているのだろうが、ルール無視だから、この拒否が近い将来問題化するのは明白だな。ちなみに F-35 戦闘機だが、日本の購入価格は1機あたり約120億円強であり、韓国の価格より3割ほど高いらしい。韓国より購入数がずっと多いのに値段が高いというのはおかしいのではないか。アメリカに吹っかけられているのでないか。第二の思いやり予算ではないか。などという数多くの指摘があるのだが、これはデタラメな数字ではなく、前途の FACO 解説による利益も考慮した金額になっているってわけだ。要するに、FACO を利用させることで利用料を得ることになっているので結果として収支トントンということになるらしいな。韓国の人口は日本の約半分なのに軍事予算はほぼ同額で、日本同様、国家予算に占める割合も大きいようだから、軍事に回すよりもっと有効な使い方はないのかと国民から不満の声も上がっているみたい。よその国のことばかり荒探しをしている場合ではないんだけど、韓国は他国のことに口を挟まないで、自国のことに集中してほしいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。